やばいんやね、やばい、やばいよね。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もデッドバイデイライトやっていきたいと思います。さあ今回もね、生存者として、私やってまいりました。そしてね、このピンクの可愛い三つ編みの子としてね、私生を受けてまいております。さあ今回ね、生存者としてやっていくんですけど、敵がねどう出てくるかねわかんないんだよね。この場面じゃねまだわかんないんだよね。さあこの方は入ってくれるのか。お、いけるぞこれで。よしよし。さあ私今ねレベル5レベルなので、さっとねレベルを上げていきたい、そんな感じでございます。お、またしてもこのマークが出たな。これ何なんだろうな。知ってる方はおりますでしょうかね。はい、ということでデッドバイデイライトね、皆さん楽しんでおりますでしょうかね。やっぱりね、夏と言ったらね、ホラーホラーと言ったらね、鬼ごっこ、殺人鬼と楽しい楽しい鬼ごっこでございます。ここが地獄の一丁目、ゆずきしろうでございます。あら、周りにこれ他の方がね2人いたな。あれ、もしかして全員いる。とりあえずね、この方についていきましょう。この女の方についていこう。いやー、どうやってね今回立ち回っていくかね。とりあえずこの方とね仲良く協力していきたい、そんな感じでね私やっておりますよ。今回の殺人鬼は消える敵なんだね。ステルス系の方ですかね。いやー、ステルスか。ステルスだったら、まあ、見つからなければね、どうということ。あ、これ直そう。しっかり直そう。ん、ドキドキしてるぞ。あ、来てるのか。ちょっと隠れた方がいいのか。どうするどっち行く。あ、遠く行ったな。これ走ってる。ちょっと待ってくれ、置いてかないで、仲良く一緒に行こうよ。運命共同体として我々あの共に。あ、誰かもう早速やられてんじゃん。おいおい、早くないかい。まだこれ開始ね1分も経ってない。あら、アイテム探してる。あ、私じゃあこれアイテム取ります。もしかしてこの方アイテム持ってたのかな、それともいらないって判断した。私これ取らせていただきますから。あ、ドキドキしてる。ちょっと待ってくれ。え、誰か近くで。おいおい、近いぞ。おい、あんな近くで。あー、これ吊るされちゃったな。ってことはステルス系のやつがこれ近くにいるか。あそこに、あー、いた。あー、危ない。こっち気づいてないよな。あー、気づかれそう。大丈夫か。とりあえず動かない。動くとバレちゃうかもしれないから大丈夫か。あいつ気づいてなかったようやな。まあまあ暗いからね、わかんないよねこれね。向こういたか。近いな。おい、近い。まだちょっとドキついてたけど。あー、危ない。まあとりあえずね、こうなったら私先ほどのね方にこう置き去りにされてしもうたで。ああどうしよう、隠れよう。怖いから隠れちゃう。あら、ドキドキしてないね。ドキドキしてない。なんか出てっちゃっても大丈夫なのかな。ちょっとこれ出ますよ。さあ行こうか。発電機の方をね、やはりこれつけませんことにはどうにもなりませんので、ちょっくらねこれつけさせていただきたい、そんな感じでね私やっておりますよ。ステルスの敵だもんな。で多分ね他の人もね、あの一人吊るされた人をね見殺しにするんじゃないかな。私も結構ね見殺しにする率高いですよ。私はねもうね自分の命だけで精一杯なんでね、俺も自分の命をねこう守る。そう、カラス泣かしちゃった、ね、カラス泣かしちゃうとな、ああまた泣かしちゃった。殺人鬼、ああ死んじゃったなやっぱり。あれ、また怪我してんだけど、誰がこれ行っちゃったな。おい、これ早いところ、これ発電機直さんといかんねこれ。キョロキョロしながら発電機発電機。ああ、また鳴らしちゃった。もうカラスがまたこれカンコンカンコンやっとるな。大丈夫かな。とりあえず今一人逃げて巻いてる感じなのかな。とりあえずこれを、あ、誰かちょっとこれ起動させてたんだね。これありがてえよ。あ、誰か行っちゃったか。あ、違う、治ったんだ、回復したんだ。ってことはもう一人の方がこれ治療をした。危ないよ、こういう話をしている間にもねあのマークが出てプワーンってなっちゃうから、これ要注意でございます。ここ結構見晴らしいな向こうから。大丈夫かなこれ、治せるかな。とりあえず治したい。あれ、ドキついてる。ちょ
大丈夫か。また怪我しちゃったやん、あの人。ドキドキしてる、ドキドキしてる。隠れよう。とりあえずね、草むらに隠れる。近いのか近いのか、近くない。向こう行ったのよ、これ。よしよし、直すぞ。もう少しなんや、これ。おっと、危ない。もう少しで治りますので、これね、さっとね。私、これ。あ、二人目が吊るされた。今度は地下か。いや、地下はね、あれも袋小路みたいになってますから、私行きませんよ。私行けません。行かないんじゃなくて、行けない、怖くて、そんなところ。だってもうね、出会い頭に会ったが最後みたいな感じでさ、もう捕まえられて終わりですわ。パーンってやられて終わりですわ。さあ、一個発電機、あれ？これ戦った後からな。一個発電機をつけたから、あと何個かな？まだ誰もつけてないんじゃないかな？なんかね、最近やってて気づいたんだけど、発電機も、なんだろう、全部均一にギリギリ、なんだろう、修理する前らへんまでね、こうみんな止めたりする、そういう技があるみたいね。これね、なんか均一に全部ほとんど修理した状態にしといて、もうあとなんかみんな同時に最後起動させて脱出するみたいな、そういうやり方をね、やってる人たちとこうね、マッチしたりしておりました。いや確かにこれ一個一個ね、発電機修理してゲージをねマックスまで貯めて一気に修理しちゃうと、あれでもね、殺人鬼側にあどこで修理してるかっていうのがねすぐ分かっちゃうから、もうなんか脱出の目処が立った時に一個ずつ慎重にこう修理してやっていくのもね、確かに賢いやり方だなーっていうのはね、私ね、ちょっと勉強させていただいております。うん、そしてこれも直せると。 OKOK、 さあちょっと走っとくか。ちょっと逃げて、殺人鬼も来るかもしれないしね。2人目も行っちゃったなこれ。どうしよう。 あとあれよ、人間2人よ、私ともう一人の誰かしらかしらね、これ。もしかしたら救急パックみたいなの持ってた人がさ、ああ、カラス。救急パックみたいな。やめて、やめて。そこに発電機あるんだけど、でもカラスがカーカー鳴いちゃったから、ちょっと隠れた方がいいんじゃないかな。こっち来そうなんだよな、気のせいか。大丈夫かな。来てるんじゃない？やばい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 。やばいやばいやばい。お、ちょっと待って、これ。そっちから逃げてきたってことは、これ。え？今逃げてきたよね。いるやん、いるやん。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい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 。バイ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 。やばいよ、これ。おいおい。あ、でもあっちに気を取られてるわ。あっちに気を取られてる。ここでさっと隠れてさ。見失ったか？見失った系か？あれ。怖いな、おい、怖い。怖い、あ、いるいる、壊してる。見失ったかしら、これね。つってもさ、すげえ近いんだよ。どうしよう。それちょっと離れて、発電機、うん、発電機を、はよう直さんと。やばい、もうあと2人やでな。あ、やばい、カラス。カラスをね、泣かさないように移動していかないと、殺人鬼にね、位置がバレちゃうのよね。1人あっちの方か、つってね、殺人鬼に餌をね、やってしまいますので、あ、こんなところに、これ直しちゃうと。誰も直してなかったんか、これ。ちょっとタイミング悪いな。うわ、チクった。あ、しくったしくったしくった。やべ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 。こっち来る、絶対こっち来る。逃げろ逃げろ逃げろ。カラス。大丈夫か？あ、これ、うなってるやん。この修理したんじゃね、ちょっと。お、もうちょっとやん。これね、ギリギリまで修理しといて、最後のね、1ミリを残すっていうやり方。うん。これもそういうやり方でね、置いておいたやつみたいね。どうしようかな。こっち来るかな。なんかこっち来そうだよな。発電機直したし、いねえかなっつってさ、殺人鬼も来ちゃいそうなんだよね。いやでも今のところうまいことね、殺人鬼に見つからずに立ち回れている感じではあるのかなってね。うん、さあ殺人鬼よ、どこから来るか。まだ大丈夫か。ここら辺になかったかな、発電機。どこだったかな。暗くてね、暗いし怖いしさ、わからないんだな。わからない。わからない感じでございますよ。さあ、カラスをね、泣かしちゃってるからちょっと離れよ。で、あそこの発電機は、直ってるのかな、明かりがついてるから。うん、直ってるね。あー、入り口の方まで来ちゃったか。こっちの方って正面修理して、
奥川もなんかちょっと手つけてなかったかな、どうだったかな。もう一人の方もうまいことコソコソ隠れてるみたいやな。だがしかしね、これ発電機を直さんと終わらんので、発電機をカラスを泣かせてしもうたな。発電機を、なんか声がする、近くにいる、嫌な予感がする。一旦どうしよう、隠れた方がいいのかな。どう、でもドキドキしてるんだよな。ちょっとコソコソ行こう、うん、中腰の姿勢で。いや実際この中腰の姿勢でこれコソコソ動くと結構足腰きちゃいそうな感じがするな。よいしょよいしょっと、これね、どこや。なんかさっきさ、殺人鬼のなんか息遣いみたいなのがね聞こえたような気がしたんだけど、近くにいたのかな。まあいいや、とりあえずこれ直そう、うん。あー、これちょっと手つけてたやつやね。ありがてえな、これはいいよ。さあちょっとね、背後も警戒しながら、ん、うん、近くにいるんじゃないかこれ。おい、ちょっと待って、やばい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 よ、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、やばい、痛い、バカ、来るんじゃない、ここ隠れちゃう、ここ隠れちゃう、気づくかな、どうしよう、逃げ場がなかった、逃げ場あったか、ここでよかったか、やばいんやない、やばいよね、やっぱそうなるよね、そうだわな、うん、それね、そうなるよね。ほんとね、しくったかも、しくっちゃったな、これ。もうちょっと賢く逃げちゃえばよかったかな。痛い。これ絶対もう一人助けに来てくれないよね。いや、なんか今回の部屋はね、結構見殺しにする人が多い感じ。うん。痛い。たまにこれ脱出できたりするんだけどね。でもなんか抵抗せずにブランとしといた方がいいですよっていうね。コメントもいただい、危ない、来るぞ、痛い、危ない、これね、 A の連打がきつい。あれ、来てくれてる、もしかして助けに来てくれてる感じ、助けに来ちゃった系女子、あれ多分女の人だよね、これ。最初に救急キットみたいな持ってた人、あれ、あの人やないかな。助けて、私ここにいるから助けてくれ。やばい、そっち行くよ、こっち、もうね、私虫の息だから頼む、早いところこれ降ろしてもらえんか、もう虫の息なんさ、もうあとほんのちょっと、やばいよ、いや、どうしよう、助けて、すぐそこまで来ている。だがしかし殺人鬼に気づかれちゃう、気づかれたか、あの人、っていうね。これがね、見殺しの部屋のね、見殺しの部屋、いやー、あの人最後まで脱出するのかな、最後脱出できるのかな。なんか殺人鬼に最後見つかった気もしなくもないけど、はい、ということでね、私ずっと死んでしまいました。さあ今回ね、ポイントがどれぐらい入るのかな。あら、救急パックの人や、あの人や、どれぐらいかな。お、まあまあ入ったね、ポイントの方、いや、ありがとうございますだ。はい、ということでね、今回ね、死んじゃったね。うん。やっぱり一人で行動するよりかは、こうみんなでね、行動してた方が良かったのかなっていう感じね。なんか、特に役にも立たないライトずっと持ってたしね。まあいい。とりあえずちょっとポイントも溜まったし、ちょっと解放していくかね。ミステリーボックス。うん。こちら覚えさせていただきましょう。あと2つ取れば、あら、これ8000ポイントで何か。あれかな、ステルス系のやつかな、もしかしたら。はい、ということでね、こちらもうあと2つね、解放したらレベル6レベルになります。まあデッドバイデイライトね、これからもこう頑張って少しずつね、上手くなっていきたいと思います。はい、それではまた次回、ひゆづきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。